どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、昔私が見た、そうですね、5歳か6歳の頃に見たアニメでフランケンシュタインっていうのがあったんですよ。で、ずっと私これね、もう一回見たいなと思ってたんですけども、どういったタイトルで探せばよくってわかんなくってほっといたんですよね。でも最近それをね、見る機会があったんで、それをね、ちょっと見てみたんですけども、当時だから許されるね、トラウマシーンが満載なんですよ。でこちらの方をね、ちょっと閲覧注意でこれから一緒に見ていきたいと思いますので、まあ、トラウマシーンをね、見ることが大丈夫だよって方はちょっと勇気を持って見ていただきたいと思います。それでは画面を切り替えますので、こちらをどうぞ。はい、フランケンシュタインが早速現れて、人造人間としてね、この世の中に登場しました。生みの親、フランケン博士とその助手はこうやって逃げてますね。で、助手の方がね、フランケンに捕まって、こうやってね、こう、まあ、殺されかけるんですけども、なんとか命からがら助かるんですが、顔を潰されてしまうんですよね。それがこうやってね、アニメーションで表現されてるんですよ。こうやって、こっちを見るとほら、目が片っぽね、潰されちゃってるんですよね。で、フランケンシュタインはこうやって落ちていくと。まあ、こういった落下シーンも最近では許されないんじゃないかなと思います。で、博士とその助手が後日再会するんですけども、そのね、助手がもうね、腐ってしまってね、その顔を博士に、脅しをかけていくんですよ。で、そのシーンがこうやって見られるんですけども、片目が潰れちゃったところをね、振り向きざまにアニメで、えぐいぐらい表現されてるんですよね。これ開けるんですよ。これ怖かったですね、私当時見ていて。で、こういうのからスタートしたんで、インパクトがあったんですけどもね。で、博士がまた別の場面で助手の方に会うんですけども、揺すられてるんですよ。この秘密、フランケンの秘密をバラされたくなかったら金を払えみたいな感じですね。その払えって言われた金額が50万とか100万とか、結構ね、今で言うとちっちゃい金額なんですけども、当時としては大きかったのかもしれませんね。で、脅されて博士も気が弱くなっちゃってね、もうどんどんお金を払うようになって、ほっと一息お家でお風呂に入っていると、なんとね、空からまたトラウマシーンが来ますよ。血が滴ってお風呂のお湯を赤く染めるんですよね。で、これも最近の放送コードに引っかかるんじゃないかなと。なんとも不気味でしょ？アニメの古臭さがさらにオカルトチックな雰囲気を醸し出し、ほら、馬が首からちょん切られて、こうやって天井に吊るされてるわけですよ。で、奥さんも駆けつけて、こうやってね、倒れてしまうというね。いやー、本当に幼心から私ね、これ見てて、もう、この日からお風呂に入るのが怖くなったのを覚えてますよ。はい、それで旦那様、まあ、そう気を取り直して夕食を取ろうとするんですけども、人造人間フランケンを作った時のことがこうやって思い出されてね、当時切り張りした人体のこの足とか手とか動物たちを貼り合わせた時のノコを助手と一緒に引いていた頃のことがこうやって思い出されてね、なんとも怖いなと。だから私ね、もうご飯を食べるのも怖くなりましたよね。で、これはどんなシーンかと言いますと、フランケンが久々に出てきました。山奥で気を失っていたフランケンは徐々に人間の心を思い出すんですよね。最初は人造人間として復活したばかりだったんで、ただ自分の体を持て余していたんですが、だんだん人に触れながら悲しみとか喜びとか怒りという感情を思い出していきながら山をさまろうっていくんですけども、その時にね、山小屋から聞こえてくる歌にこう惹かれて歩いていくんですよ。で、可愛らしい歌でしょ。で、エミリーちゃんっていうのが歌ってるんですけども、ここがまたトラウマシーンで、なぜかね、この素晴らしい音楽に包まれた音響の部屋、どう考えてもおじいちゃんが一人でギターを弾いてるしかないんですけども、この BGM はどっから流れてきてるのかなと。当時科学技術もないような時代に、まさかスマホがあったわけではないのに、それを何の疑問もなくこうやってみんなで聞いてるんですよね。まあ、このね、なんか亡霊とも言えるような BGM、これがこのフランケンシュタインというドラマの最もトラウマチックなシーンだと思うんですよね。はい。で、フランケンはね、美しい歌に惹かれて、エミリーちゃんの、こういったね、心に触れるわけですよ。そして、ああ、優しそうな人だなと。こういった女の子、人々の心ってのは、本当は美しいのかもしれない。俺ももともとは、こういった人間だったのかもしれないなというふうに思い出しながら、ちょっとね、心に涙をにじましているというシーンですね。ちょっとそのままご覧いただきたいと思います。ほんのね、5秒数秒私黙りますんで。はい。で、いよいよね、ラストシーンになっていくわけですけども、エミリーちゃんがフランケンシュタインと心を通わすシーンです。こうやってね、必死と抱きしめ合い、フランケンもエミリーちゃんのことをね、本当に愛していたんですよね。で、愛していたからこそ気づくんですよ。
俺みたいな怪物はこの世の中にいてはいけないんだと、皆さんに迷惑がかかるから俺の出現っていうのは許されないんだと、作られた命は神の摂理に反している、じゃあここで自ら自分の命を絶ってしまおう、みんなありがとうごめんねというふうなね、そういった思いを込めて最後にエミリーとだけ呼んで自ら飛び降りていくわけなんですよ。なんともここがね、今まで怖かったフランケンシュタインになんか悲しい愛情すら感じてしまうようなシーンでした。ちょっと私もね、胸が熱くなって涙が出てしまう。人を見かけで判断してはいけないなというふうな教育シーンの一環になったんじゃないかなと思うんですよね。はい、エミリーちゃんが怪我をしたフランケンにつけてくれたスカーフが宙を舞い、そして生みの親フランケン博士は責任を感じて自ら拳銃自作を働かせてしまうわけなんですよね。でみんなが駆けつけるんですけども、最後に私は本当はこんなことやるべきではなかったんだなと、罪を悔いる思いで自ら命を絶ってドラマを追っていきます。まあこの後にたった一人残されたエミリーちゃん、どんな人生を歩むのか、これもちょっと心配なところですけどもね。美しいエンディングテーマとともに物語は終わっていくということでございました。はい、じゃあエンディングテーマがかかってここで終わりです。はい、ということでね、フランケンシュタインというアニメの全貌を見ることができて複雑なものがあったわけですけども、どうしても腑に落ちないのが、あの山小屋でね、ギター一本であれほど素敵な音楽がかかっている、まさにまあ亡霊音楽といいますかね、これがこの物語最大のトラウマシーンではないかなと思うんですけども、皆さんどのようにお感じになったでしょうか。それではお疲れ様です。